水源ゼニタナゴは、コイモクコイカタナゴ赤に属する、淡水魚の一種。アシメイやワミオウの水源は記載された魚の最一地である韓国の水原市に由来する。地方名はカメンタ。平成14年から国内気象野生動植物種に指定されている。非常によく似た種として、風トゲタナゴがいる。両足は区別が困難であるがといった相違点がある。 雑食だが、動物食が中心である。水の澄んだ流れのある中小河川の中、下流、川に接続する水路の砂泥堤,堤や、砂液堤,堤のところに5から20匹程度で一列になって、群れる。流水が豊富に存在する場所では、流れがなくても生息する。繁殖期は4から7月頃で、電球系の卵を石貝や、松笠貝などの流水性の小型淡水2枚以外に、産みつける。 卵は35時間で孵化し、その20日後に産卵母外から出ていく。約1年で成熟し、野生化の寿命は約2年である。国内では、兵庫県千草川、岡山県、広島県足田川に生息していたが、兵庫県では絶滅し、現在は岡山県の一部と広島県福山市のみに残存する。朝鮮半島西部にも生息するとされるが、 遺伝的に日本産のものと離れているため、海外では別種として扱われている。種の保存法により、平成14年から国内気象野生動植物種に指定されているため朝鮮半島産のものも含めて、無許可の採取、販売、展示、飼育などが全て禁止されている。本種の生息を脅かす要因として、以下の6つが挙げられる。ありがとうございます。